無観客演歌ライブコロナに負けるな。ひなたみなちゃん、はい、全部ひらがなです。はい、はい、いらっしゃい。みなちゃんどうぞ。はい、真ん中に。はい、どうぞどうぞ。よろしくお願いします。みなちゃんとはね、うんうん、あのもう何十年、もう20年ぐらい前かな、うん、あの私はね、全国でね、野良大会をしたんです。北海道から九州まで野良ばっかり歌ってくださる、うん、で、その中でなんとチャンピオンに。おー、そう。もう今ね、一番頑張ってる曲をね、これから2曲歌わせていただきます。はい、聴かせていただきます。はい、きっと語りかかる雪を。
育ちで現在も大阪に住んでおります歌手の青木美香子と申します。私は実はですね、あの、はい、ドラッグストア薬屋さんをあの兼業でやってまして、で薬屋さん、そうなんです。1曲目は何を歌っていただけますでしょうか。はい、オリジナル曲で自分で作詞をさせていただきました。優しい風という曲です。I'm not afraid to die.
新作とかもね、浪曲もいろいろなジャンルがあるんですけども、今日は忠臣蔵の赤垣源蔵名残の徳利の一席、どうぞよろしくお願いいたします。時限の雲
上にはまだお帰りではないらしいの。姉上には持病の尺、これではどうにもならぬ。今兄上の門腹においとまごいの挨拶をしてお流れ一つ頂戴した。これがせめてもの心の慰め、拙者もそろそろおいとまをいただこう。あれ玄宗様、もうお帰りでござりますか。定めの時刻に定めの場所で会わねばならぬ人がある。すい、くれぐれも終わり上に会わずに帰るが残念じゃと、返す返すも伝えてくれよ。はい、かしこまりましてござります。まだまだこのお先ありますけれど、ちょうど時間となりました。この後続きは CD で、みなみな様のご健康、振り込め詐欺にも気をつけられて、お粗末でした。まずこれまで。この1曲を、聴いてみたいなということで、私も1曲だけ歌わせていただきたいなと思っております。岡千晶先生が列車が走るように音符をつけたでというて、この曲を作ってくださいました。今もうちょっとしたらあちらこちらに咲きます菜の花列車という曲、お聴きいただきたいと思います。聴いてください。菜の花列車です。
負けてない。